新感覚派は、戦前の日本文学の一流派。1924年10月に創刊された、同人誌、文芸時代を母体として登場した、新進作家のグループ、文学主張、文学形式を指す。主に、横光利一、川端康成、中川良一、片岡哲平、近藤公、岸田国史、佐々木模作、十一屋吉三郎、池谷新三郎。 稲垣樽保、藤沢武夫、吉幸英介、久野豊彦らを指すことが多い。戦前の評論家、ジャーナリストの千葉亀夫が、同人の言語感覚の新しさに、いち早く注目し、文芸時代総刊号の印象を世紀上で評論し、千葉が新感覚派の誕生と命名して、以来、文学使用語として広く定着した。 モダニズム文学として注目された新感覚派は同年6月に創刊された文芸戦線のプロレタリア文学派と共に大正後期から昭和初期にかけての大きな文学の二大潮流となった第一次世界大戦後のヨーロッパに起こったダダイスム芸術の革命が目指されたアバンギャルド運動ドイツ表現主義を意識した新感覚派の表現や手法の特徴としては 美術や音楽の感覚の働き方に近く作風に新しいポエム、シビが漂う。それは伝統的な私小説リアリズムを超える言語表現の独立性を強調し、近代という状況、感覚、意識を基調として主観的に把握、知的に再構成した新現実を感覚的に置換、想像する作風などを傾向としている。 文芸時代創刊号に掲載された横光一の頭並びに腹の冒頭文、真昼である。特別急行列車は満員のまま全速力ではせけていた。沿線の小駅は石のように黙殺された。の描写に見られるように20世紀西欧文学の影響による擬人法と比喩の手法を導入し、従来の日本語の文体に大きな影響を与えた。 川端康成は新感覚的表現について以下のように説明している。例は砂糖は甘い。従来の文芸ではこの甘いということを下から一度頭に持つて行って頭で甘いと書いた。ところが今は下で甘いと書く。またこれまでは目とバラとを二つのものとして私の目は赤いバラを見たと書いたとすれば新進作家は 目とバラとを一つにして、私の目が赤いバラだ。と書く。理論的に説明しないとわからないかもしれないが、まあこんな風な表現の気持ちが、ものの感じ方となり、生活の仕方となるのである。川端康成、新しい感覚小説のほか、1926年には、企画に横光一が参加し、川端康成がシナリオを担当することで、映画監督、 キヌガサ・テイノスケが協力し、日本で最初のアバンギャルド映画、狂った1ページを制作した。説明的映像におもねらない、純粋映画を狙った画期的な無字幕の無声映画として話題を集めた。また、1927年から1929年初期にかけて、プロレタリア文学派と新感覚派との間に、 形式主義論争が生じるなど、活発な主張の舞台ともなった。理論的には、横光理一の新感覚派とコンミニズム文学や、同時期の彼の評論、随筆に体系化の跡が見られる。1925年に離脱した混沌校は、その後、休労道東に入党、片岡哲平が、前衛芸術家同盟に参加し、酒家、主要同人の横光理一らが、 時代の長寿となり、1927年5月号をもって文芸時代は収監した。その後1929年に中村村を尾崎史郎、川端康成らで結成した13人クラブが母体となって、翌1930年には、伊ぶせますじや吉行エ介スケらも所属した新興芸術派クラブが設立され、新感覚派の黄金時代は終焉を迎える。 新感覚派の天才、新感覚派のオスショーと呼ばれ、派の中心的存在であった横光一が1930年に機会を発表。文学史的には意識の流れを取り入れた新心理主義に移行するが、1931年、新感覚派の集大成というべき、上海を完結し、1932年に、ネンを1934年には、 文章を発表する。一方、1931年には満州事変が起き、文学の流れも国策の時代へ転換。後に、横光も文芸15運動に加わり、時代市長としての新感覚派も完全に終焉した。ありがとうございます。